もう皆さん今ね、手応えはどうですか？これ、広島のね、なんだっけ、TSS が大体いつも僕に叱られるパターンですか？まあ、もう始まっています。せっかくなので、本日、NHK と東京 MX がライブ配信にご参加くださいました。これ、ライブ配信ではどういったことを話されたの？これから東京 MX と NHK が血祭りにあげられるっていう、そんな30分、地獄の30分が待ってるんですけど、ようこそお越しくださいました。これちょっと僕も、この感じで、お互いに取材し合ってるっていう、これ身動き急に取れなくなるんですよ、自分たちが映ったら。ね、そのカメラはいつも人に向けてるんですよ。ね、撃たれる覚悟がない人間は撃つなって、なんか言ってましたよね、昔の人が。映画かな？はい。まだね、21日まであと10分ぐらいあるんで、しばらくこの NHK と東京 MX のカメラと睨み合う、この面白い景色をお楽しみください。喉の調子が悪いですね。もうですね、今、すでに6000人の方がご視聴してくださってます。まさかこんなことになろうとは。あ、今フェードアウトされたのが東京 MX ですね。カメラワークです。カメラワーク、あ、今のはカメラワーク。タイはないそうです。面白い景色。そうですよね。いつも、例えば、安芸高田市の記者会見とか臨時記者会見って、メディアの人映んないじゃないですか。フル動画ですらメディアの人って入ってないんですよ。で、ましてや、普段のテレビで映されてる映像って、極めて一方向的ですよね。でも、こうやって撮られながら撮ってみると、多分今まで感じたことない緊張感を味わってらっしゃるんじゃないかな。いや、もっとなんか喋っていただいても全然 OK です。あ、では。あ、どうぞ。東京 MX の白井と申します。まあ、今回、東京での選挙ということで、まあ、簡単に言うと手応えは今どうなんでしょうか。これ、皆さん今ね、手応えはどうですか？これ、広島のね、なんだっけ、TSS が大体いつも僕に叱られるパターンですよ。ね、島の市長受け止めはって言われて、もうちょっとなんか、取っかかりがないと、今、ツルツルの状態で僕に今、投げてきて、それは引っかからなかった。では、具体的に申し上げます。うわー、お願いします。まあ、他の候補の中で、まあ、現職の候補、はい、そして、まあ、東京の選挙区出身、また、過去に、はい、都知事選で、出ていた候補がいる中で、はい、この、まあ、広島から東京に来たという中で、どうやって存在感を示されていくのかを教えてください。その手段としては、今まさに、ここに存在する YouTube。ネットの力をうまく活用していく。でもこれだけでどうにかなる話じゃないですよね、やっぱりね。だって投票って極めてリアルじゃないですか。一人一票しかないものを行使してもらう。それだけなので、その意味では、まずはこのネット。で、これを、もうすでにやってきた話ですけど、小さくまとめないと。とにもかくにも広く広げて、ね。ネットは広大ですよね。はい、今の言葉は何でしょう？撮るの夢中で、きちんと聞けませんでした。じゃあ、ね、チャットの皆さんに聞いてみましょう。ノラチャットの皆さん、今日また、ノラチャットが早すぎて、ネットは広大。ネットは広大。来た、元子。あ、正解です。素晴らしい。そう、草薙元子がですね、ネットは広大だわっていうんですね。はい。なので、広大なので、もともとやってましたけど、安芸高田市に限る必要もないですし、で、今回はもう東京都に限る必要ないですよね。なので、全国民に今、この YouTube を通して発信してるわけです。なんならこの時間帯、いつも海外からも見てくださるんですよ。海外の日本人の方とかが、安芸高田市であったり、今は東京都
も政治に興味関心を持ってくださってるっていう、この力は絶大だと思いますね。なのでこれを生かしていくっていう、これが基本の戦略ですね。よくわかりました。ありがとうございます。あれ、なんか今もう東京 MX しかいなくなってしまったね。あ、どうぞこちらに。あの、NHK の中で。政治体験、はい、まあ、YouTube であの政治の見えるか分かるかっていうのを、あの、はい、おっしゃってると思うんですけども、はい、やっぱりこうやって YouTube で配信することによってですね、政治の見えるか分かるかっていうのは進んできてるなっていう手応えとかっていかがですか？また来た手応え。今度は手応えは、あの、あれなんだっけ、昔の。なんて言ったっけ、なんかそんなクイズ番組なかったでしたか。なんとかって言ったらダメっていう。なんだっけ、テレビの方わかりません？あ、年代が違うか。あれなんだったっけ、なんか。あ、NG ワード。NG ワード。NG ワードって何のあれでしたっけ。いろいろありますね。ゴルフの番組もあったし、ね、タレントクイズ番組ですよね。そうしてもね。あ、じゃあ NG ワードはあの、受け止めと手応えにしましょうか。で、なんでごめんなさい。元の質問が、政治再建の手応えが。あ、そうです。いかがでしょうかっていう。それはもう、ね、手応え、効果は抜群だ。これポケモン。効果は抜群なんじゃないですか？ね、岩属性に対して、なんだっけ、葉っぱカッターみたいな。これ合ってるから。今30年ぶりにポケモンの話をした気がします。はい。と、話を戻すと、だって、ね、これだけ政治家のチャンネルに人が集まるんですよ。完全なオワコンだったじゃないですか、日本の政治って。もうつまんないって。なんなら、ね、汚いみたいな。そこからしたら、随分改善したんじゃないかなと思ってます。今このチャットって何人ぐらい見られてる？今、同説2万5千です。2万5千。結構今、あの、ポケモンの話で皆さん盛り上がってました。なんか皆さん結構あれですね、世代、あ、違う違う。これあの、ライブ配信って、ライブ配信に限らず動画って、後で統計が取れるんですけど、僕のこのチャンネルのライブ配信は、とね、50代以上が6割ぐらいなんですよ。なので、僕より年上の方が多いんですけどね。今のところ、はい、あの、ポケモンもちゃんと響きました。はい。他いかがでしょうか？なんかあります？じゃあ、石丸さん、さっきの属性の話で言うと、はい、あの、まあ、ポケモンに例えると、ああ、いいですね。あの、まあ、今、候補いろいろと上がっていますが、はい、うん、どの候補に対しては、この、相性がいいのか。うん、ああ、いいですね、いいですね、いい質問だな。なんか、スパチャでたまに来る、無茶な質問系ですね。どの候補の相性がいい？いやー、どの候補も、強敵難敵なんじゃないですか。うん、まあ、特にね、あのメディアの皆さんが大好きな、今の皮肉ですよ。小池さんとレオンさん。ね、テレビに出させてもらえない立場からすると、そことどう、戦っていくべきなのか。これはね、何か聞くのわかんないから、とりあえず吹雪で凍らせるか、みたいな。違う。吹雪って今凍りにくくなったんでしたっけ？昔のやつで。あ、そうか。昔ね、吹雪ってめちゃくちゃ凍る技だったんですよね。うん。なので、吹雪で凍らせますか？意味がわからん。でもね、あの、こんなテンションなんで、ね、あの、ポケモンわかんない人今完全に置いていってますよね。他に何かありますか？好きなポケモンの話もいいですよ。もうここあの、完全な無法地帯なんで。今静かになってしまった。あ、はい。今日教育についておっしゃってました、ね。はいはいはい。明日はUFJ とか銀行関係の金融界が行われるって聞いてるんですけど、やっぱり日によって訴える内容ってどんどん変えていってるっていう感じですか？日によって、そうですね。17日間の中で何をいつ言っていこうかなっていうのは、まあ、大まかな作戦としてはあります。ただ、まあ、それこそライブなので、その場その場で、聴衆の雰囲気に応じて、まあ、あとは、尺の問題がね、結構生じたんですよ、今日。あの、
嬉しい悲鳴なんですけど、人が集まりすぎてしまって、危なくなったんですね。で、歩道が全部人で埋まっちゃって、通行止めになってたんですよ。なので、早くそれを解消しないといけないし、長くやってるとどんどん人が来るじゃないですか。なので、巻きでというか、本当は15分で考えてたのを、まあ、10分以内に収めるみたいな、そういう調整を今日かけたので、まあ、これから先もどういう展開になるかわからないんですけど、まあ、その、現場現場で合わせていきます。ありがとうございます。もう一個追加で伺いたいんですけども、はい、まあ、いろいろ、まあ、選挙、今日初めての日曜日だったと思うんですけども、まあ、回っている中で、やっぱりこれが一番伝えたいんだとかっていうのが、もし変わってきたのかとか、まあ、今もこれを絶対に伝えて、政策としてやっていきたいみたいなところを教えていただければ。やはり一番強いのは政治再建のメッセージですね。で、いろんな場面でお話をしましたけど、政治のエンタメ化、これはでも今まさになってきてるんじゃないのかなって思います。だって今日最後は原宿に、あれ何百人ぐらいだったのは、まあ、何百人か千人は行ってないかな。でも数えきれないほどの人たちが楽しそうでしたよ。それこそ何かお祭りをやってるのかなみたいな。だとしたら、政治の再建って今、うまく進み出してるんだろうなとは思いました。なので、これを東京都でしっかりやって、あと国全体でやったら、あとはもう日本大丈夫じゃないですか。ね。だって政治が参入だから、経済がしょぼくなってきたっていうのが、経済分析してたアナリストとしての見解です。はい。なので、とにかくそこですね。もちろん個別の政策、施策はありますよ。細かく言えば。うん、でも、それはまあ、なんていうのだろうな。あ、じゃあ、ここでもう一つメディアの皆さんに苦言を呈しておきましょう。細かい施策の話をしすぎです。こんな大きな選挙で、ね。何があったかな。例えばですけど、このお二方、二社じゃなかったかな。マッチングアプリ、婚活アプリの是非とか。いや、まあ、それは答えるんですけど、そんなもの争点にならないじゃないですか。この都知事選で。で、正直なところ、細かな施策は、ね、職員が考えられるんですよ。職員に、ね、大まかな方針示したら、あとは、うまいがやっといてって、東京都の職員だったらやりますよ、きっと。秋田方の職員でもできてたんですから。で、3万人からいる人がいて、いろんな部署に細分化されてて、巨大な組織なんですよ。大事なのは、どういう指示を出すかなんですよね。号令をかけるかっていう。その号令のかけ方、指示の内容を比較検討させるべきなんですよね、有権者に。今、死を抹殺に行きすぎじゃないですか。と思うんですけど、受け止めはどうでしょうか。いや、難しかったらいいですよ。言える範囲で。いや、まあ、個人の感想なんですけど、あ、どうですよ。やっぱり選挙、政治の場っていうのは、まあ、いろんな、なんですか、議論を交わす場であるので、まあ、いろんな人の考えがあってもいいのかなと思ってます。はい。いろんな、今のは僕の質問に答えてもらえなかったなって受け止めたんですけど、まあでも、あれだな。